それではサーバーレスパターンから学ぶデータ分析基盤構築と題しまして、データアナリティクス事業本部笠原が発表いたします。今回お話しすることです。サーバーレスパターンの中からデータ分析に使えるパターンを中心に、実際の構築事例を交えながらお話しいたします。特にステップファンクションズを使ったワークフロー構築でハマったところを中心にお話ししたいと思います。自己紹介です。笠原博と申します。クラスメソッドには昨年の4月にジョインをいたしました。現在、データアナリティクス事業本部、ビジネスソリューション部、ビッグデータチームに所属しております。新潟県新潟市在住で、現在フルリモートワーク勤務です。2022年 APN AWS トップエンジニアーズのアナリティクスと APN オール AWS サーティフィケーションズエンジニアに選出いただきました。好きな AWS サービスは S3、ラムダ、セージメーカーです。また、ジョーズ UG 新潟支部など、新潟県の各種技術コミュニティを運営しております。今回のテーマで扱うサーバレスパターンについてお話ししたいと思います。サーバレスパターンとは、AWS の形で考えるサーバレス設計というページの中で紹介されています。ユースケース別に16個のパターンがあります。こちらのパターンをうまく組み合わせることで、サーバーレスの代表的なアーキテクチャになるというものになります。今回はこのサーバーレスパターンを使ったデータ分析基盤についてご紹介したいと思います。比較的規模の小さいデータ分析基盤からサーバーレスパターンを使ってみるとどうなるかというのを見てみたいと思います。16個あるうちのよくあるパターンの中からピックアップしてご紹介いたします。まず最初は画像処理やシンプルなデータ加工といったこちらのパターンになります。S3 バケットにデータファイルを格納して、それをもとにラムダ関数が動きますと。そのラムダ関数の中でシンプルなデータ加工を行って、また S3 バケットに格納するといった内容です。格納するパスはですね、整形前と後で変えると無限ループを回避するという必要がございますが、シンプルなデータ処理にはこちらよく使われます。で、ラムダ関数の中の添付領域の中にファイルを一時的に保存をして処理をするというものになりますが、こちら処理した後は明示的に削除をするということをお勧めします。こちらは後続のパターンの中でもラムダ使いますが、そちらの中ではですね、明示的に削除しておくことをお勧めします。整形後はですね、別のバケットに格納しても良いですと。他にですね、応用編としましては分散並列処理というものがあります。こちら例えばですね、年度ごとに処理を分けるといった使い方があるかと思います。処理するデータの範囲ごとにラムダ関数を起動しておきます。データごとに分散処理ができるので、トータルの実行時間が短く済みます。データごとに処理内容が異なる場合があるかと思います。そういった場合は都度関数を定義する必要があるかと思いますので、そういったケースにも対応ができるという利点もあるかと思います。3つ目としては、イベント駆動の業務処理連携です。こちらはラムダの前に SNS トピックと SQS の Q を置いているものになります。で、こちら SNS、SQS を組み合わせると、例えば SNS のところでファンアウトというところで、1つのイベント通知から並列でいろんな処理を実行するというケースも簡単に実行できますし、単一の実行でもですね、メッセージのデバッグ用途に除くといったケースも使えることができます。また SQS の級に格納することで、デッドレター級やリトライといった信頼性の確保も行うことができます。また順序性の考慮したものとして、 FIFO 級や FIFO の SNS を使うことも可能になります。 SQS の前に SNS をトピックを挟むというお話については、こちらのデベロッパー材料の記事をご参考ください。実際に構築した基盤の内容です。こちらはデータファイルごとに SNS、SQS を経由してラムダで処理をするという内容です。データファイルごとに、これは年度ごとに分かれているんですが、年度ごとに処理内容が結構変わっているというものになりますので、ラムダ関数は都度用意をしておりました。年度ごとに処理をしたラムダ関数の結果はですね、S3 の別のバケットに格納しますと。その後、後続の処理が起動して、最終的にはマージ処理が働いて、前年度1つのファイルに収めるという処理を行うというものになります。以上の3つをうまくパターンを組み合わせて、このような基盤を構築しておりますと。データファイルが多い場合や処理が複雑な場合は、こういったケースで処理するのがなかなか大変なケースもありますので、そういった場合はステップファンクションズのステートマシンを活用していきます。パターンで言いますと、アプリケーションフロー処理といったものになります。
ステップファンクションズのステートマシンを構築して、このようなワークフローを制御することができます。で、パラレルタスクやマップタスクを活用することで、ラムダ関数をですね、並列実行することも容易になります。また、データファイルサイズが小さくて大量にあるケースですと、ラムダ関数の起動の速さや同時実行数のスケールの良さの利点を生かすことができますので、非常に有効になります。実際に構築した基盤です。日時処理でこちらは利用しております。各種データベースやオブジェクトストレージにアクセスをしてデータを取得する部分が上段の3つの並列の部分になっております。こちらでデータを取得した後、次の9つのパラレルタスクでデータの種類ごとに加工を行います。ファイルの数も非常に多いので、こちらパラレルタスクの中でマップタスクを動かしてファイルごとに並列にさらに動かすといったことをしております。分析用のデータを処理するためのものが最後に行っております。2つ目ですが、こちらは毎時処理、1時間に1回動かす処理で利用しております。ファイル数が非常に多いため、1つのステートマシンではさばききれないということがありましたので、こちら4つのステートマシンに分割をして入れ子構造にしております。1つのステートマシンの実行履歴が上限として2万5000件というのがありますので、これを超えないための処理となります。ステートマシンを入れ子構造にするとですね、ラムダの同時実行数も増加するということになりますので、ファイル数が非常に多いにもかかわらず処理が早く終わるというものになります。余ったところを3つほどご紹介したいと思います。1つ目はですね、ステップファンクションズのイベント履歴がクォーターに引っかかるというものです。こちら先ほども申しましたが、1つのステートマシン上のイベント履歴の数は上限2万5000イベントまでです。こちら上限緩和不可の項目になります。 AWS のドキュメントはこちらの方に書いてあります。対処法としましては、入れ子構造にするということを行いました。で、さらにですね、ラムダの同時実行数が増えますので、同時実行数の上限緩和の申請と、あとはマップステートの同時実行数の制約をかけて、最大でもこれだけというふうな形で制限をかけております。変更前はこちら、一番左側の1個のステートマシンでしたが、変更後は4つに分けております。各々このような形で赤い部分のステートマシンごとにマップで入れ子構造にして動かすという形で取っております。続いてアテナのクォーターについてです。アテナのクエリ同時実行数のクォーターにも引っかかりましたと。こちらステップファンクションズの最後の部分ですね。こちらでラムダの中でアテナのクエリを実行する部分があったんですけども、こちらもですね、上限に引っかかってしまいました。アテナは分析用途に使うものですけれども、今回ちょっとデータの取得目的でクエリを実行しました。ただ上限のところに頭打ちになってしまったので、こちらの対応を行いました。ドキュメントにはこちら書いております。対処法としましては、マップステートの同時実行数を設定して API コール最大20以内に抑えるということを対処しました。詳細についてはこちらのドキュメントをご参照ください。3つ目は、ラムダのスケールが追いつかないというケースが遭遇しました。こちらレアケースでしたが、同時実行数のエラーの内容でしたが、このようなエラーが出て、同時実行数には到達はしていないんですが、レートリミットのエラーになってしまってたと。で、ドキュメントを見るとこちらの部分ですね、最初の1000件までは東京はバーストを同時実行できますが、その後は1分ごとに500インスタンス増加ということになります。この1分ごとの500インスタンス増加のスケールに追いつかないというケースでエラーになったケースが稀にありましたと。そのためにラムダ関数の方でリトライ設定をできるように、ステップファンクションの設定を行いました。マップステートの同時実行数も改めて見直した上で、もしレートリミットのエラーになった場合にもう一度実行するような処理というのを加えております。こちらリトライの感覚については、こちらのデベロッパーズ IO の記事をご参考ください。また今回はですね、プロビジョンドコンカレンシーの設定はしておりません。これ設定をすると、あらかじめ短期運転をしてスケールがある程度確保された状態で動かすということができますが、今回これは行っておりません。ラムダのケースを見てきましたが、規模の大きいデータ処理にはグルーを使うパターンがあります。こちらデータレイク周りのデータ加工というパターンでご紹介されております。ラムダ関数の最大実行時間、現在15分ですけども、こちらを超えるデータ加工の場合はグルーを使用します。またグルーではなくてグルーデータブリューを使うケースもあるかと思います。ステップファンクションズからグルーのデータブリューのジョブを起動することもできますので、こういった組み合わせもありかなと思います。ラムダとグルーですけども、どちらを使うかについては、処理するファイル数が多く各種ファイルの容量が小さい場合はラムダの起動の速さ、同時実行数の多さの利点が生きると思います。
ファイル容量が多く、処理時間が多くかかるデータを処理する場合は、GLU を使った処理が良いと思います。ただ、最近 Lambda でも、スラテンプの容量が 10GB まで拡張可能になりましたので、ある程度の容量なら、Lambda でも処理できるような形になっています。まとめです。サーバレスパターンの中から、データ分析基盤に使えるパターンを中心にご説明いたしました。ステップファンクションズを使ったワークフロー制御でいろいろハマりましたので、その内容をご紹介いたしました。まずはシンプルなデータ加工の基盤を構築してみましょう。そして用途に応じてサービスをうまく使ってデータ分析基盤を構築していきましょうと。以上です。ありがとうございました。